ティナーシェはアメリカ・ケンタッキー州出身でロサンゼルス育ちの歌手、ソングライター、女優、ダンサー、モデル。自身の音楽スタイルをアーバンコンテンポラリーとポップスの融合であると形容している。また、インディー、オルタナティブ、ヒップホップからの影響も受けている。影響を受けたミュージシャンにマイケル・ジャクソン、ジャネット・ジャクソン、ブリトニー・スピアーズ、シャーデー、 クリスティーナ・アギレラを挙げている。特に、クリスティーナ・アギレラについては、最も大きなインスピレーションを与えてくれた一人。私のヒーローよ。と語っている。子供の頃から、モデルや女優としての活動経験がある。2007年、ガールズグループであった、ザ・シュタナーズに加入し、音楽活動を開始。2009年メジャーデビュー。2011年のグループ解散を経て、2012年。 ソロとして初の作品、インケースウィー i e が好評を得、RCA レコーズとメジャー契約を結ぶ。2014年、メジャーデビューアルバム、アクエリアスを発表。アルバムからのシングルで、ラッパーのスクールボーイ Q をゲストとして迎えた、ニオンがビルボード最高24位のヒットとなった。ありがとうございます。